秋なのに暖かい日が続いていてね、僕はバイクに乗ったりするので、バイク日和っていうか、それでね、乗ったりしてるんだけど、その代わりね、なんかこう、花粉なのかな？よくわからないけど、喉がイガイガするね。だから、目に見えない何かが反応してるんだと思うけど、なんかこうイガイガしてて、このラジオをね、撮るっていうのって、結構ね、乾燥するんだよね。だから、お茶を飲んだり、コーヒーを飲んだりしながら、この収録をするんだけど、お茶をね、どこのタイミングで飲もうかって考えてると、なかなか飲めなくてね。結局、喉がイガイガしたりして、なんか、20分、喉のイガイガが気になって、ってことあるけど、皆さんは、喉はいかがですか？はい。今日のお題は、プラットフォーム。プラットフォームってね、プラットフォーム、まあ、プラットフォームが、幅を利かせてますよね。どんなものでも、プラットフォームっていうものの方が、幅を利かせてる。だね。当たり前だけど。例えばね。まあ、例えばっていうかね、最近ね、ちょっとイライラしてる CM があってね、いくつかあるんだけど。まあ、僕は渋谷に通っているので、渋谷はね、まあ、さすが渋谷ですから、いろんな CM が、見たくなくても、スクランブル交差点や、電車の、中や、もう今電車の中もね、動画 CM だからね、モニターついてて、駅の、まあ、とにかく あらゆるところに街を歩けば、宣伝を見るために歩いてるのかっていう感じよ。渋谷なんて言うと。そんななんかもう、あら、空が綺麗ねだとか、あら、イチョウが色づいたわねなんていうことを思うこともなく、もうただひたすらいろんなありとあらゆる CM を浴びる。CM シャワーの中を、店まで歩いたり、駅まで歩いたりしてるわけだけど、その中でね、最近気になる CM っていうのが、このプラットフォームの CM だね。これプラットフォームの CM ってどういうことかっていうと、まあ具体的に言えばね、例えば、Kindle。Kindle って、あるでしょ？知らないか。知らない人は知らないか。Amazon の本が読める、なんていうの？この説明しにくいね。まあ、電子書籍を読むための、まあ、プラットフォームだよ。要は。とか、Amazon の CM なんかもあって、Amazon は日本の手仕事みたいなものを、支えています。とか。
ネットフリックスの CM とか、ネットフリックスって知ってますかね？知らない人は知らないか。まあ映画がね、映画とかドラマとかいろんなものがまあ定額払うとどんどん見れるよとかっていう。あとチューンコアの、あ、チューンコアじゃないね。あ、チューンコアもあるけど、やっぱりあの Spotify の CM とか、こういうものの、あ、あとあれなんかもそう、 Uber Eats の CM とか、こういうのはね、僕の試験ですけど、僕の個人的な意見ですけど、もうイラッとする。あの Uber Eats の CM なら、なんか錦織とかああいうのは、まあ、出てきてね、阿部寛とか、なんか今日のはなんとか、そのなんか、そのなんかテンションの上がる食事みたいなことを言って、まあ、Uber Eats が届いてそこでなんか食べてるっていう CM なわけ。 Kindle とかでもなんか本を読むと、まあいろんなこと知れるよみたいな CM ね。こういうのっていうのはさ、いや、それはいいですよ。それはいいですけど、文句言わせてもらえばさ、なんか、人のふんどしで相撲を取ってるくせに、偉そうな顔すんなよ。って、思っちゃうのね。僕なんかは。まあこれみんなネットを使ってプラットフォームを構築した、CM で、まあとにかく囲い込みに必死なんだと思う、認知度と。だからそれはもう宣伝でもして、認知を高めて、例えば映画を見るんだったらネットフリックス、本を読むんだったら Kindle、何か食べ物を頼むんだったら Uber Eats っていう風に認知してもらわなかったら使ってもらえないからね。で、まあ、ああいうものっていうのはね、弱肉強食の世界で、同じようなアイデアを考えてる人たちっていうのはいっぱいいてね。で、それを、まあ、なんとか一社だけが、なんとか、そのいろんな形で、みんなをね、駆逐して、まあアマゾンなんかもうまさにそうよね。とにかく弱肉強食で、もう楽天なんかをとにかくこう押さえつけて、自分一人が独占市場になったら、その時にまあちょっと有料にしてみるとか、今まで安かった会費を高くするとかっていう形で、投資してた分を回収する、そういうようなビジネスモデルだから、もうとにかくたくさんの中で一個だけ生き残る、まあそういうようなことだよね。で、そのプラットフォームはまあ全世界に、全世界でそのプラットフォームを取っていく。まあ、大きな話で言えばアメリカと中国がそのプラットフォームの覇権争いでね、してるわけでしょ？まあそもそもの、何？共産主義と資本主義だからね、そもそもの考え方が違うってことはあるにしても。で、日本なんかはまあ、そういう意味で言えば、もう、そのプラットフォーム、アメリカが作ったプラットフォームに、ただ乗っかるだけの、お客さんに成り下がってるじゃない。成り下がってるわけよ。で、そのことに、甘んじてることがもうなんか許せないんだよね。だから、Uber Eats なんかもさ、だって、作ってるのはお店だからね。そんなの当たり前でしょうけど。Uber Eats の CM ってさ、
なんか、そうね、ちょっと話飛躍すればさ、蛇口をひねったら綺麗な水が出てくると。この水を作ってる水道局が CM を打つっていうより、その途中に引いた水道管を配管した業者が、私たちが、水はあなたの命です。なんとかかんとか水道管、共同組合とかっていう CM をするみたいなもんよ。なんかさ、いやだって、まあ、プラットフォームってのは何だってそうだよ。例えば映画だって、配給会社っていうのは東宝とか、東映だとか、松竹だとかっていうのもプラットフォームだよね。でも、こういう人たちは自分たちでもう映画を作ってたっていう、作ってるじゃない。まあ、作ってないとこもあるけど、まあ、作ってるじゃない。だから、そういうどこの、まあ、作り手として配給があるっていう感じだと思うわけよ。東宝の CM なんかしないでしょ。東宝の映画の CM はしても、東宝はみんなに幸せを届けています。東宝とかっていう CM ってしないよね。でも、Uber Eats の CM とか、まあ、Kindle の CM とか、そのプラットフォームが、CM を打つのって、ダメ。だって、なんでダメかって。まあ、ダメって言ったってね。ダメって言ったって、もうそういう世の中の流れは変えられないんだから、ダメって言ったからってってことあるよ。だけどさ、まあお前だって YouTube っていう人のプラットフォームでやってんだろって。そうよ。だから、結局抗えないんだけど、この流れは抗えないとしても、やっぱりさ、作り手っていうのは、そのお弁当一つ作ってもそう、ね、相手にと食べてもらう、届けてもらうっていうようなこと、の中にはさ、いろんなそのストーリーがあるわけよ。でもそのプラットフォームっていうのはもちろんそのプラットフォームは届けるっていうだけでね。その届けるっていうインフラだから。その、まあインフラにはインフラの切なさもあるよ。そういうストーリーを感じにくいから。まあね、会員を増やすっていうようなことぐらいしか楽しみないから。あの人たち。とは思うけど、でもそういう、まあ、インターネットを通じてプラットフォームを作って、そのプラットフォームのね、インターネットっていうのはやっぱり経費がかからないから、昔に比べて。っていうかまあ、突貫工事で何か作るより。そりゃそうだよ。だって世界中にそういうものを配信できるのに、そうでしょ？インターネットなんていうのはもうとにかくコストかからないから。で、それがさ、どん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 会員を増やして世界中に。で、その人たちからまあわずかながらにでもお金をもらえれば、その会員の数そのものが力となってね、まあネットフリックスで番組作るようになるとか、アマゾンがね、ウッディアレンで映画撮るとかっていう風に、プラットフォーム側がそういう自由なものを作るようになるっていう構図になるし、まあ実際テレビ局だってプラットフォームだからね。だけど、プラットフォームっていうものが何かこう、かっこいいものだっていう風に、まあ、宣伝されるとね。まあみんなそれは物作る人よりもみんなプラットフォーム側に行こうと思うよね。そりゃ。映画制作会社に勤めてんだっていうのと、ネットフリックスに就職決まったんだっていうのとでは、すごいってなるのはね、ネットフリックスの方だろうと思うし。
小説家になろうと思ってんだっていうのと、 Kindle の開発部門に就職したんだって言ったら、すごいっていう風に、そっちの方にプラットフォーム側にみんながみんな回ろうと思うと、じゃあその泥臭いものを作ろうとする人はどこにどんな人なんだってことになるなと思って、だからこのプラットフォームの CM っていうのは、わかるよ、プラットフォーム側の都合も事情もわかるけど、もっと言っちゃえばそのことを続けてったら、日本は全部日本発信のプラットフォームはなくなっちゃって、全部世界中のプラットフォームのただのお客さんっていうものになっちゃうよなぁとは思うよね。うん。だけどまあ、例えば日本の映画会社が古い、相変わらず話が古い、日本のテレビ局が相変わらず話が古い、出版社が古い、新聞社が古い。で、こういうところは全くもって自分たちで何かを、変える力を持っていない。そういうところに、アメリカや、なんなら中国やっていう、よその国のプラットフォームを持ったようなところが、黒船のようにやってきて、日本のそういうものを変えていく。だから、自分たちでやりたいけれど、自分たちでやりたいっていうふうに、まあ若い子たちが、ことあるごとに、まあ学校だったり、社会に出たりして、上の方に言ってるんだけど、上の方は一向に危機感がなくて、相変わらず映画なら東宝が偉いとか、新聞社なら朝日読売が偉いとか、テレビ局なら NHK、TBS が偉いとかっていうような、そのそういう価値観になっちゃって、もう自分たちで何言っても変えられないんだから、いっそ海外のプラットフォームがごそっとやってきて、その人たちに今の日本の市場をに風穴を開けてもらった方が、むしろ俺たちはそっちの方が、消費者としても助かるし、仕事をする就職先としても未来あるよなっていうふうに思ってんだと思うんだよね。だからそう考えるとさ、まあ上の人たちの話を聞かないぶり、聞かなさぶり、上の人たちの昔話の自慢にへきへきしている感じ、まあ端的に言えば日本っていう国のもう変えられないだろうという閉塞感が、むしろ海外の GAFA を筆頭とするプラットフォームに大いなる期待を抱いている若者の声、感情、声なき声っていうものを感じるし、その人たちに、その人たち、そうね、これは根深い問題だなと思う。それが悪いってわけじゃない、やっぱりそういう上の人たちのことを言っても聞かないからね。じゃあ言いなりになってるというよりは、何か風穴を開けた方がいいし、でも本来ならね、自分たちで風穴を開けなきゃダメだなとも思うよ。で、その風穴を開けるど真ん中の世代なんだよね、僕なんかは。その時にそういうものを開けられずにいるっていうことが歯がゆいなと、そういう自分への歯がゆさが、ああいうプラットフォームの CM をに対する嫌悪感なのかもしれないね。
思いがけず根深い話になっちゃったな。雨が上がり下りの坂道、君はほらうつむき歩く、裏切られた真っ赤な世界に、君は空見上げて血を吐く。